こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では退屈になりがちな夏の着こなしに程よくアクセントを加えてくれる5つのですね小物を皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、撮影しているのはですね7月の後半なわけなんですが、まあ、この時期になるとですね結構暑いのでなるべくですね最小限の着こなしで夏のファッションを楽しんでるわけなんですね。まあ、具体的にはですね今着てるような T シャツだとかあとはブラックのパンツですね。まあ、こういったもので僕は過ごすことが多いんですけども、まあ、他にはですねこの下をショートパンツにする方も少なくないかなと思うんですが、そうなるとですね、まあ、快適なのはいいんだけどどうしてもおしゃれ感みたいなものがなかなか出しにくいというところ、ここがですね夏の着こなしの難しいところなんじゃないのかなと思っています。まあ、かといってアイテム自体を派手にしてしまうとそれまた子供っぽく見えてしまったりだとかなかなかですね似合いづらかったりするわけなので、じゃあどうすればいいのかというと、僕はですね小物を使いながらこの着こなしに少しずつアクセントを加えていくことがすごく重要なのかなというふうに思っています。ということで今回の動画では5つのですね具体的な小物を持ってきてみたので、この着こなしにですね少しずつ取り入れながらアクセントを加えてみたいなというふうに思っています。とは言っても5点全てを取り入れてしまうとちょっとそれはそれでやりすぎになってしまうので、まあ、この中からですね気に入ったものを2点だとかあとは3点だとか、まあ、少なくともですね1点取り入れるだけでだいぶ見栄えが変わってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。まあ、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目から紹介したいなと思ってるんですが、まあ半袖ですね今僕も着ていますが、まあ、こういったものを着用することが夏場は多くなってくるかなと思うんですが、そうするとですね結構腕が露出することが多いんですね。そこに対して何にもついてないとちょっと寂しい印象になるかなと思うので、まず一番最初は全男性が持っておいて損がないアイテムなんですけれども時計ですね。これから身につけてみると良いのかなと思っています。まあ、正直ですね時計ってなくてもいいじゃないですか。まあ、時間を確認するのであればスマホがあれば十分ですし、まあ、僕自身もですね時間を確認するときについスマホで見てしまうということも少なくないんですが、とは言いつつも時間を見るのにですね毎回スマホで見てるのもあまりスマートには見えないですし、大人の男性の振る舞いとしてはちょっとなと思ったりすることもあるんですね。まあ、そんな時にやっぱりですね一つぐらい時計があった方が便利だと思いますし、実際ですね時計というのは、まあ、アクセサリーの感覚で気軽につけられるというところも一つの魅力かなと思うんですね。まあ、時間も確認できてなおかつ今空いているですねこの素肌の部分を埋めてくれるという意味では、まあ、アクセサリー感覚で使えるというところもすごく便利な項目なのかなというふうに思っています。まあ、時計に関してはまた他の動画で詳しく解説をしているんですが、まあ、僕の私物をですね今回3パターンを持ってきているんですね。まあ、まず一番最初はですね、まあ、こちらアップルウォッチからちょっとつけてみたいなと思うんですが、まあ、これはですねここ数年でもう定番的なアイテムになりましたよね。まあ、僕もですね昨年購入して、まあ、1年間運用してみたんですが、最初はですねテンション上がるんですね。おーいいねっていう感じでこれぐらいの気分だったんですが、だんだんですね活用の方法としてはあんまり使わないかなということでテンションが下がってきたわけですね。ですので僕の中でアップルウォッチまあまあかなという感じだったんですが、まあ、そのうちですねガジェットとしての側面ではなくて、まあ、一つのですねファッションウォッチとして楽しもうという感覚になってからは特にですね機能的に何かを使っているものって僕はほとんどないんですね。ただの普通の時計として使っているわけなんですが、そうするようにですね気持ちを切り替えたら意外とアップルウォッチバランスもいいし
軽くてですね、使い勝手もいいので、これはこれでありなのかなというふうに思っています。こんな感じですね。今はですね、ベルトをナトーベルトというようなものをですね、つけているんですね。これはですね、ちょっとマニアックなんですが、楽天で買ったフェニックス社というですね、結構ナトーベルトでは有名なブランドがあるんですが、そちらのものをですね、自分で切ってこういったアップルウォッチ用に仕様を変えたわけなんですが、こういった形でファッションウォッチとして使っています。こんな感じでですね、アップルウォッチを運用してもらうのもいいかなと思いますし、他にも選択肢がありまして、まあ、普段はですね、アップルウォッチをしていることが多いんですが、僕の中ではですね、夏にする時計としてはこちらですね、これをつけることが多いんですね。特に外遊びなんかの時にはですね、結構ハードにですね、使うことが多いので、このですね、セイコープロスペックスというですね、モデルを使っているんですね。これはアップルウォッチに比べるとちょっと重量感があるんですね。まあ、ごついんですよ。しっかりとですね、厚みがあるのがわかるかなと思いますね。こっちから見ていただくと結構厚いですよね。で、頑丈なので、例えば川遊びだとか海で遊ぶ時にもちょっとぶつかったりとか水が入っても全く問題のない堅牢さ、このあたりがですね、すごく便利だなと思ってまして、結構ですね、この存在感というのが出るところもですね、アクセサリー感覚としてはすごくいいのかなと思ってるので、まあどちらかですね、ちょっとこう今っぽいアップルウォッチにしてもらうのか、もしくはこういった少しですね、ごつめのミリタリーウォッチ系だとか、そういったものなんかバランスがいいかなと思うんで、いくつかですね、具体的なものはですね、こちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。ということで、一つ目は時計ですね。男性が気取った感情を見せずに気軽につけられるアクセサリーとしては、時計はもう間違いなく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、夏場のアクセサリーの一部として活用していただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、アクセサリーなんですね。まあ、夏場はですね、どうしてもこの素肌の部分が寂しいなというところで、左手にはですね、こういった時計をしたんですが、右手、こちらもですね、まあ、何もしないのもありなんですけども、僕はですね、ちょっとくらいはアクセント要素を取り入れながらおしゃれ感を楽しみたいなと思うわけですね。そうなると便利なのがアクセサリーなんですが、僕はですね、ネックレスとかピアスだとか、あとは指輪ですね、まあ、リングはですね、ちょっとすることはあるんですが、ネックレスだとか、あとはピアスはしないんですね。基本的にはですね、この腕にバングルをつけたりするんですね。まあ、ちょっと具体的に持ってきたものがあるんですけども、こういったものですね。まあ、細身のこういった華奢なものからちょっと厚みのあるものまで2パターンとか僕は使い分けているんですが、まあ、まずはですね、ちょっとこの華奢なラインのものから身につけたいなと思うんですが、これくらいだったら、まあ、大人の男性でもギリギリいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ファンタスティックマンというブランドが僕は大好きで、ここのアクセサリーをよく使っているんですが、ここの華奢なこういったバングルなんかはですね、ジャラジャラしないしいいんですね。まあ、結構ですね、バングルの他に腕にするものとしてはブレスレットみたいなものがあって、結構ジャラジャラするものがあるんですが、個人的にはバングルってしっかりとこう腕にフィットするので、あまりチャラついた感じに見えづらいというところで、こっちのバングルの方が好きかなというふうに思ってます。まあ、こういった華奢なものでもいいですし、ちょっと太さのあるですね、こういったごついものだとですね、さらにこうおしゃれ感は出てくるかなと思います。まあ、近くで見ると存在感あるんですが、あまりですね、近くで見ることはなくて、多分これぐらいの位置でですね、人には見られるかなと思うので、意外とこれぐらい太くてもそこまでですね、うるさい感じはならないかなと思うので、まあ、ファッションが好きな方はこういった太めもいいと思いますし、まあ、一般的に使いやすいのはこういった細めのですね、華奢なこういったバングルなのかなと思うので、こういった形でちょっとしたアクセント側に使っていただけるとバランスがいいのかなというふうに思っています。結構ですね、シンプルなバングルってなかなか売ってないんですね。まあ、個人的におすすめなのはナノユニバースのものだったりするんですが、こちらはですね、リンクを貼っておきますので、まあ、ぜひ気になる方はチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目なんですが、こちらはですね、ショルダーバッグですね。まあ、ちょっとした外出の際に手ぶらもいいんですけども、どうしてもですね、荷物が多い方も少なくないかなと思いますし、財布の大きさですね、これ次第でバッグを持つかどうかが分かれるかなと思うんですね。まあ、僕はですね、ミニウォレットと呼ばれるような小さいものを持っているので、結構手ぶらで出かけることは少なくないんですけども、これがですね、長財布になるとパンツの押しのポケットに入れるのはなかなか無理があってですね、個人的に
的にはバッグを持ち歩いた方がいいのかなと思ってるんですね。まあ、そんな時にですね、活用できるのが、まあ、ショルダーバッグというアイテムで、以前ですね、まあ、僕のチャンネルの中でもご紹介したこちらのアークテリクスのですね、ショルダーバッグ、これがですね、まあ、ご紹介したところかなりですね、人気になって、まあ、様々な方からですね、ご感想をいただいているわけなんですが、このショルダーバッグがですね、一応こうかけていただくだけでちょっとした着こなしのアクセントになるんですね。ですので例えばこういったユニクロ U のエアリズムの上にですね、こういったショルダーバッグを前掛けしていただくだけでちょっとした今っぽさだとか着こなしのアクセントが取り入れられるので、これはね、意外と小物としては使いやすいかなと思ってます。まあ、このアークテリクスのものもいいですが、あとはノースフェイスもいいと思うので、そのあたりのブランドチョイスはですね、皆さんにお任せしたいなと思うんですが、こういったショルダーバッグ系は夏場の小物としては使い勝手がいいかなと思ってます。僕は前掛けしてるんですけども、もちろん後ろ掛けが NG というわけではなくて、まあ、このように背中側に持ってくるのもいいかなと思うんですが、今っぽく見せるのであれば個人的には前掛けがいいかなと思うので、そんな形で運用してもらうとすごくバランスがいいかなというふうに思ってます。まあ、最近はですね、こういったショルダーバッグ結構トレンドになっているので、まあ、皆さんもですね、こういったものを使いながらアクセント的にですね、着こなしの退屈さをですね、解消していただければなと思ってます。はい、続いて4点目なんですが、僕はですね、結構夏場に限らず1年中つけてることが多いんですが、メガネもしくはサングラスなんですね。まあ、特にですね、サングラスというのは夏場に関しては一つあるとですね、まあ、目の保護にもなるし、なおかつですね、夏の雰囲気が漂うアイテムなので、まああって損はないかなと思っているんですね。ただサングラスのハードルってめちゃくちゃ高いと思うんですよね。どうしてもですね、オラオラ系の印象を与えてしまいがちだったりだとか、なんか調子に乗ってそうに見えたりだとか、まあ、そういったところを懸念してなかなかですね、使いづらいと思ってる方も少なくないかなと思うんですが、まあ、そんな方にですね、おすすめしたいものがですね、まあ、カラーレンズなんですね。まあ、僕もですね、手持ちのサングラスは結構ですね、全部このカラーレンズに変えてしまったんですね。まあ、どういうものなのかというと、まあ、サングラスっていうのは結構ですね、レンズの色が濃くて瞳が見えないんですね。そうすると結構怖く見えてしまうんですが、カラーレンズというのはですね、結構濃度の低いものがたくさんあったりして瞳が見えるんですね。こちらもですね、もともとはサングラスだったものを僕はですね、レンズをゾフで変えたんですね。まあ、ゾフが結構良くて、こういったカラーレンズの変えるのがですね、確か3000円ぐらいで変更ができるので、めちゃくちゃ僕使ってるんですね。ちょっとかけてみたいと思います。こんな感じですね。まあ、瞳が見えると思うんですね。こんな感じで目が見えるだけでだいぶですね、雰囲気としては強くなりすぎないかなと思うんですが、こういったものをちょっと取り入れることで夏の雰囲気が出しやすいかなと思いますし、実際にですね、眩しさを軽減できるのですごく便利かなと思ってます。僕が使っているのはゾフのですね、カラーレンズで一番濃度が薄いやつですね。いくつか試してみたんですが、これがですね、威圧感がそんなに漂わないので個人的には好きです。もう一種類ありまして、こちらはですね、もう一段階濃度がですね、濃いものになるんですね。これぐらいでもですね、そんなに違和感がないかなと思うんですね。ちゃんと瞳が見えますし、ブルー系のレンズなんですけども、うっすらですね、色の感じが漂うかなと思うので、そこまで強くないかなと思います。こちらはアイバンというブランドのメガネにですね、こういったカラーレンズを入れてるわけなんですが、まあ、こういったものがあったらすごく便利かなと思いますし、今はですね、外出の際にマスクするじゃないですか。マスクに対して普通のサングラスだとかなり不審者感が強くなるんですね。これに気づいてから僕はカラーレンズに変えて、少しですね、その違和感みたいなものを和らげるようにしたんですが、このようなカラーレンズぐらいであれば僕はですね、全然問題がないかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、まあ、メガネ屋さんに行ってメガネを買ってカラーレンズを入れてもらうというのもいいと思いますし、あとはですね、個人的にはこちらはですね、ビューティー&ユースが出しているメガネなんですけども、こういったものを買ってきてカラーレンズを入れてみるのもいいかなと思うので、ぜひですね、お近くのジーンズだとか、あとはゾフだとか、こういったところに行っていただければカラーレンズ気軽に入れられるかなと思うので、トライをしていただければなというふうに思っています。
はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、実際にもうかぶってます。まあ、ハットなんですね。これはですね、今年買ってめちゃくちゃ良かったものなんですけども、ノースフェイスのブリマーハットという商品なんですが、まあ、夏場って日差しがめちゃくちゃ強いので、外で遊んでるとかなりですね消耗するわけですね。まあ、直射日光が頭に当たるよりは1個ぐらいですね、こういったハット系のものがあった方が日差しをですね和らげることができるので、すごく便利かなと思ってるんですね。まあ、キャップみたいなものもあるんですが、基本的にですね、キャップってつばがこの部分だけしかついていないので、意外とですね暑いんですね。その一方でこういったハット系のものだとしっかりとですねつばがついているので、日陰になる部分が大きいのでですね、個人的にはですねこういったものが1個あるとすごく便利かなと思ってます。まあ、こういった帽子というのにもですねトレンドがありまして、まあ、最近はですね正統派のきれいめなハットみたいなものがですねあんまりですね流行らないんですね。一方でこういったちょっとカジュアルなですねノースフェイスだとかアウトドアブランドが出しているような帽子というのはトレンドになっていまして、まあ、こういったものであれば気軽に取り入れやすいかなと思ってます。もうちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、まあ、デザイン自体はすごくシンプルですね。つばもですねそこまで大きすぎないので、まあ、意外とですね大人の男性でも使いやすいかなと思ってます。個人的にはこれがめちゃくちゃ気に入ってまして、外遊びでよく使ってるんですね。まあ、シンプルな T シャツとの相性もいいですし、これに対して先ほどのカラーレンズをかけながらですね僕は休日を過ごすことが多いんですが、こうするとですね誰だかよくわかんないですね。普段の僕とは全く違った感じになるわけなんですけども、こういったものもですね夏の着こなしの退屈さというのをですね多少は和らげてくれるかなと思いますし、実用的なのでぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思ってます。まあ、帽子というのはですね最初は見慣れないのが当然かなと思うんですね。見慣れないからですね。まあ、それに関してはもうとにかくですね何度もかぶりながら自分の目だとか感覚を慣らしていくしかないかなと思うので、ぜひですねまずは試着からでもいいので少しずつ慣らしていただければなというふうに思っています。まあ、個人的にもですね今年買ったアイテムの中ではかなり気に入ってるものなので、よかったら皆さんもリンクの方からチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏の着こなしの退屈さを和らげてくれる5つのですねアクセントアイテムを皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、結構ですね実用性の高いものも多いかなと思うんですね。まあ、時計に関しては時間が分かるし、まあ、カラーレンズに関しては眩しさをですね防ぐこともできますし、あとは帽子に関しては日差しを守ることができるので、どれもですね気軽に取り入れやすいかなと思うので、気になるものはぜひですね取り入れていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身もそうなんですけども、休日の着こなしってそんなに凝ったことしないんですね。ユニクロ U のエアリズムをですね着ることが多いんですが、まあ、そんな時にもこのようなですねアクセントアイテムがあると結構見栄えを大きく変えることができるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったら皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。